こちらは大阪府にお住まいのラジオネームひろきち課長代理さんからのお便りです。はい、いっぱい歌いたいからカラオケで歌い終わるとすぐ演奏中止のボタンを押すメンバー。あー、はーい、早っ、早い、え、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。皆さん聞かなかったことにしてくださいね。いきますよ。それでは今のお題に当てはまっていたら自分の名前を言いながら手を挙げてください。せーの、深川。あれ、二人、ロッティもマイマイも、深川と川村ロッティです。なんか最近はあんま行けてないんだけど、うん、でもメンバーといた時とか、うん、普通に友達といた時とか、うん、絶対押すもん、演奏中止。本当に、私全然消さないの。真夏ってカラオケ行くの、あんまりすごいイメージなくて。本当に、私一人で行くよ。あ、そうなの、嘘、そうなの、ね、うん、初めて聞いた、ね、うん、もうレコーディングスタジオみたいになってて、一、うん、人でなんか歌う環境が整ってて、うん、整ってマイクもなんか2種類あったりとか、そこでたくさん歌って、うん、なんか思う存分歌ったら帰るみたいなことをよくする。え、そうなんや、そうなの、えー、うん、そう、意外でしょ、カラオケ行くの。そう、意外。それ一緒に行こうよ、誘ってよ。ロッティとかめっちゃさ、いやいやいや、歌うまいからさ、ちょっとね、苦い思い出があるの、カラオケに。なんでなんで、あのね、前、うん、いくちゃんと二人でね、一回だけカラオケ行ったことあるのよ。おう、そう、めっちゃ意外。それは番組の歌の練習で行ったのね。あー、はいはい、で、うん、それで行ってで、うん、歌ったんだけど、うん、いくちゃんはさ、うまいでしょ。うまい、うまい、いくちゃんの前で私はなんだっけな、あの、うん、回れ回れメリーゴーラン、うん、あれをね、一人で歌ったの、うん、したりいくちゃんが、うん、え、この子大丈夫みたいな目で本当に真顔でこっち見てて怖いよ。で、うん、もうこっちもそんな目で見られるか緊張するじゃん、うん、でドキドキしてたら、うん、もう結局なんか点数も低くて、うん、で最近になってから、うん、なんかいくちゃんにその歌をチラッと歌われて、うんうん、あの時ひどかったよってなんかからかわれるようになっちゃって、そう、だからそれがあってかメンバーって言ってないの。そうか、行こうよ、そう、自信持ちな、ね、真夏、うん、じゃあ誰か、うん、行こう、うまくない子連れてく、ねえ。ちょっと私それさ、もし誘われたらめっちゃショックなんだけど、うん、いやいやいや、あ、そう大丈夫、マイマイとロッティは違う、いやいやいや行きましょう行きましょう、そういうこと言いましたけど、うん、ね、はい、じゃあ行きましょうはいはい。